世間的には分からないということで、はい、確かに。じゃあもうこれでいっても結構、はい、三原さんがこちらですか。普通や、三原さん的には普通、まあ好きそうですよね。三原が普通のデッキ使うと買っちゃうからな、はい、三原はあえて抑えてるから、プロツアーで普通のデッキだと買っちゃうから、そう、三原スペシャルを持ち込むっていう。そう、プロツアーでですか。そう、三原だって伝統だってから結構もう、ね、遊んでますからね。そう、三原がコピーデッキ使うと買っちゃうやん。いや面白それ。そうだから周りが三原にコピーを使うより勧めてくれたら、ラストサムライとしてありがたいね。強いデッキ使おうっていう、ザ・漫才の笑い飯さんみたいな感じですね。もう決勝出すぎて遊んでるみたいな、遊んでる、そう、大会で遊ぶみたいな。さて、アブさん、これアブさんカンパニーです、ね、僕さんだけまだよくわかんないですね。緑黒では青黒か。いや、あれはそうですね、一旦目、まあ、大谷グレーブから青黒ギルダンから結成の原始。え、そうはまだ、まあ青く赤入ってますかね。まあ、そうですね、グリクシスコントロールですかね。コントロールなんや。これは三原さんのデッキって藤田さんは把握してないですか。いや、してるしてるしてる。ああ、完全には見してない、はい、完全にはしてない。多分練習期間短かったとかで、はい、多分よくある形のデッキを。そんなに共有しないですね、みんなで。そうやね、グランプリはほとんどしないね。もう個人今回 出てないから、しかも出てるメンバーでちょっと共有してる。プロツアーは一応共有して、はい、いつも僕は頑張って抑えようとしてね、これね、はい、やめてやめてって言うんやけど、はい、三原はいや、これでいきます、はい、じゃあ頑張ってってなるね、大体。でも今回8-1で、うん、いっぱいでキープしてて、まあ、今もいいかなり、いい回りしてますね。ブンブンやね。ブンブンですね。ちなみに、プロさんどうですか、あの極楽鳥、かなり極楽鳥、三原らしくないよね。ない。え、そうなんですか。子さんアピールが足りない。足りないですよね。もっと古いの使えと。そう、マニア、マニアなとこ選んできてる。かなり、かなりマニアックですね。7番とかやね、この。そうですね、うん、三原さんでどのぐらいからやってる方ですか。いや、藤田さんの一緒ぐらいですか。多分、多分、そう、それ、それは九州でやってて、そうですね、20年選手だったんで、はい、うん、多分、ロリさんよりちょっとまだ新しいよりですけど、だいたい僕、半年とか半年とか違っても多分、1年変わるか変わらへんかと思う。料理最初リバイズドですか。いや、4班やね、うん、確かに4班だからリバイズドももう売ってたってぐらい、はい、だからデュアランは周りは持ってた、ね、藤田さんで20年選手、そう、20年超えです。三原さんで19年とかですか。まあ、多分大体同じぐらい、同じぐらい、多分20年やと思う、はい、あいつも、はあ、僕で20年選手なんで、はいはい、ライフは僕で、だ僕が口で言うように今回から変わったんで、はい、はいはい、今三原17、僕20、じゃあ僕20、三原17です。逆です。三原20、僕17。いや、三原18。分かりづらいな、結局。いや、はい、いや下下ですね。あっ、ないですか、さっきこれかで、ライフは出るんですよね、うん、ライフは今出てないだけってことですね。いや、今回から、あの今日からの僕らが言うように、はい、嘘でしょ、僕担当で、はい、嘘ですよ、頑張ってください。そんなはずないじゃん。あ、出た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 、三原さん22、はい、うん、将棋じゃない、将棋じゃないですよ。三原21みたいな。そう、さあ皆さんも分かりやすくね、はい、このように手前に土地、はい、でクリーチャー、ね、まあ、モンスター的なものをね、はい、召喚する場所がクリーチャーなどと書いてる場所でございます。しかし奥さん、ちょっとクリーチャーもかなり列の入ってますね、うん、真ん中まで。結構あれやね、前寄りの陣形のタイプやね、はい、うん、結構いますけどね、うん、プレッシャーかけてくる、ね、そう、陣形が。たまに相手の陣地入ってきていますからね。そう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 、20点あるライフを0点にした方が勝ちという。ライン、はい、ラインだいぶ上がってる、ライン上がってる、上げてきましたね、ライン上げてきてね。でも大体みんなこのぐらいかな、ちょっと前のめり、はい、多分相手に見やすくしてんだと思う。フューチャーのテーブルの問題だと思う。椅子、なんか右の人がよくライン上がってるから、多分椅子とかの問題ちゃうかな、多分、はい、まあ、そんなこんな言ってる間に三原さん無限ライフを決めてますが、無限ライフ、無限ライフ決まっちゃうと、ライブラリが今もし、はい、ボックさんの方が少なければそこで終わりやね。そうですね、まあ、これで台所を生贄に捧げて戻ってきて、はいはい、繰り返して増物の預言者で今戦術一応無限に繰り返せるので、まあ、デッキを全部一周した手で全部見て、じゃあこう乗せますみたいな感じですね。結構1枚ずつやるとすごい時間かかるんで、まあ、分かってる人同士だと省略して、 あれはでも並び替えはできない、並び替えできない、そうですね、どれをこの順番でポンと置く、そうですね、そのまま入れ替えるだけなんで、入れ替えてしまうと多分一瞬で負けますね。はいはい、はい、これ無限ライフした下の表示はどうなんじゃろうね。ライフ
まあ99ぐらいで減らない減らない。もう無限になってるんですよね。そうですね、皆さんは、はい、で1回デッキ並べてみましたけど、まあ、あんまりよくいい並びじゃなかったん でもう1回シャッフルして、まあ、どこのゾーンが一番いいかみたいな感じですね。まあ、ライド三原の方が一応ドローを多く売ってるから全部除去しきったら、はい、もしかしたらライブラリー切れで負けるかもっていうのはあるけど、はいはい、まあ、基本的には、まあ、なかなかないですよね。無限ライドした段階で対戦相手のフェッチランとかドローを多く売ってたら終わりなんですよ。そうですね、相手が無限ダメージを稼ぎ出せない限りは無理ですね。限りはもう、そうですね、不可能ってことだ。ライブラリを積むみたいなカードがない、はい、やっぱり基本的に後出しが強いんで無限トークンとかで、まあ、返せれば削り切れますけど、はい、一応続けるんや、まあ、一応次のカードだけ見とこうって感じだと思いますけど、まあ、欲しいのが上にあるから本当に危機時期あるんでなんか面白いそうなデッキですけど、もしかしたら無限入ってるかもしれないですけどね。危機時期厄介ごとかも危機時期天使も入っ、あれじゃない、3、4天使、はい、白入ってるからちょっと怪しいかなって気がするんですけど、もしかしたら4色目も入ってるかもしれないですけど、3、4、あれじゃないの修復点、そうそう修復点の色は白ですよね。4色目になるんですよ、今青黒赤が見えてる気がするんで。白まで平地出てるやん。ああ三原さんの方ですか。ああボクさん、はい、あボクさんの方か、はい、ボクさんの方、はい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 、危機時期があるんですよ。記事が入ってるの、はい、じゃあこれで無限のなんでもしかしたらあ無限ダメージがあるんやね。無限入ってる可能性がゼロではない。全然いやというか入ってるよね絶対。普通に危機時期出して殴るって聞いたことないから。中傷と、ね、コンボで毎ターン気持ちよくなる、はいはい、そう無限トークンいけるね、はい、それは後で出した無限の殴れる方が上なんですか、はい、そうですね、基本的に無限っていうのはないんですよマジで。そう、はい、一応無限ライフって言いつつも1万点とか大体、まあ、じゃあ先にあなたが数決めてるでしょってことですね。1000万点ぐらいイメージしといて、はい、じゃあそれよりも多い数、そうですね、まあ、どっかでその無限の コンボのパート1個を除去っとけば、うん、一応そのライフで止まるんで、その形でじゃあ1億体とか言って殴れば勝つことはできます。なら後の方が絶対にそれの数を1個でも多くできるってことですね。できますね。先に決めたのは先の方ですからね。そうですね。なるほどそういうことか、はい、で無限ライフに対しては後の無限殴りの方が勝てる、ね、基本的に無限ダメージはやっぱ強いです、うん、ってことですね。無限ライフはやっぱり勝たないんですよ、負けないだけで。ただ無限ダメージはそれを上回ると勝つという、なんかね、矛盾してるような感じのね、そうですね、ことなんでこの辺結構大事で、はい、あるんですよね。ありますね。ガボに起動してポンと15点、まあ、負けないわけないよなと思って結構一回目視り合い無限ライフ決めて普通に殴り殺された人知ってます。そうなんですね、はい、無限ライフ決めたんですけど500ぐらいって言ってそこから普通に500点殴られてなるほど、はい、ちょっと低い数字言いすぎて5000にしときゃよかった。そうそう、5000にしとかね、5万ぐらいにしときゃ負けなかったかもしれないですけど、500じゃなって結構1000ぐらいならワンチャン削られますけどね、うん、そうか、すんげえ数で殴ってきたりするってことです ね無限じゃないけどってことですね、相手も相手は普通だったんですけどなるほど、20-20のやつとかで5体とかで殴ったら100点だから、はい、100点とかそうだもん、100って言ったらまあいきますからね。なるほど、はい、だその辺も皆さん、はい、だから一応数は言っていただかなきゃダメだし、そうですね、数はそうですね、無限はないんで。だから外人とかやるときちょっと数字の難しいですね。なんか奥とかその辺のちょっとね単位が知らないから、ね、分かんないんで、ミリオンで、そうですね、100万ぐらいですか、はい、100万ビリオンで、そのビリオンか、ビリオン、はい、で、1000万ですか、知らない、いや違う、じゃあ100万かける1000やから、はい、10億。なるほど、はい、ビリオン言っとけば大丈夫か、まあ、ワンビリオン、ビリオン、大体ワン、まあでもまあ、ワンビリオンでいきますね、ミリオンでいきますね、いや、っていうワンビリオンと80ぐらいですね。いや、もう大体投了するから相手もう面倒だったら80からないと、殴ってくると減ってくるんでワンミリオンスタートすると次なんか桁が1個変わるんで、確かに、はい、でワンミリオンと80とかにしとくと、まあ、でも彼に書いたら1000デーモン小暮閣下の年齢みたいになってますよもう、はい、10億40みたいな、はい、いや40歳ですよねみたいな、はい、なるほどね、そういうことがあるんですね、はい、ただなんかね、数言ってくださいっつってめっちゃでかい数言うの恥ずかしいっすもんね、恥ずかしいっすね、子供の数字みたいなこと言っちゃうもんな、
1億って言うとなんかねアホみたいになっちゃうもん。1億万そこに万いらねえからって。それはちょっと子供数字、はい、もしかしたらないから、もしかしたら100億万、まあ、100って言いたいからね、はい、100億万、まあ、1兆とかね、もう、そうそうそう、1回とか覚えたばっかの、どっかで覚えた数字を。そうでも一応じゃ数聞くのが正しいってことですね。そうです、一応無限になった、はいはい、一応数、まあ、聞いとかないと、もし返す時もねっていうことですね。でも聞いてくるやつってことは返しがありそうってことですよね。なのかただ単に嫌がらせでちょっといくつっていや、もしかしたら300ぐらいってきたらワンチャンあるかなみたいなネタっすよ、だいたいそういう会話して、ね、まあなんとなく笑って投了やな、ね、まあそりゃそうだよな、10億じゃあ投了みたいな。無限ライフして煙突してだいたい1体やってくれるからね、はい、うーんってやって、うん、やっぱ投了みたいな、そうです、ね、そうやっぱり投了ってなる、はい、まあ、これもなんかやっぱお互いのって感じですかね、はい、確かにね、まあ、半分、ね、ネタみたいなところですかね、これは、うん、これはいっぱいいっぱい同士です、はい、8-1、 そう8-1同士の戦い、はい、本日1ラウンド目、全体でいうと10回戦ですね、まあ、3回目打っただけで終わりましたからね。まあ再度しますけど、多分三原さん側したらまだちょっと、ね、僕さんの時よく分かってないと思うんですよね、全く分からないよね、はい、なんかよく青く分かる投了みたいな、血清の原子打って瞬瞬の魔導士、血清の原子、いや打って終わりですから意味ないですもんね、見えないですね、と一応青目で謎めいで見れば打って終わり、ね、まあちょっと青黒系のコントロールかなぐらいしか分かんないんで、まあ基本的には三原的もコンボ的なんで、自分がねやりたいことをやるのがメインだと思いますけど、まあ三原の方が 殴れる分ちょっと戦いやすいかな、そうですね、まあ、まあ私たちが見てもね、僕さんの時まだちょっと、ね、ベールが引き続きがないんで、まあ、双子とか入ってんのかな、何を双子じゃないよ、厄介男とか、はいはい、今回の勝ち組デッキ何ですかそれが分からんのよね、モダンに勝ち組デッキは出てないですよね、出てない、一応昨日の全勝者10人のデッキ、うん、だけは出てます、はい、10人ですか、全勝10人いて、インタビューで、まあ、使用デッキだけですよ、リスト自体は見てないですけど、いや全然語ってないですよ、語ってバラ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 ですね、バラバラか、神話とか、まあ、バラクート、バーン、エルドラジトロン、エルドラジ、普通のトロンとか、はいはいはい、本当にバラバラだ、バラバラでしたね、うん、コントロール系はいなかったですか、あ、ほとんどいなかったです、ね、やっぱね、難しいんだな、リーシーターンはバーン使ってた、そうですね、あ、そのリーシーと一緒の使った人が1人認証しました、リーシーターンもいっぱいでした、リーシーターンが使うデッキは大体勝ち組にいるから、ま、間違いないです、リーシーターンデッキ選択っていう意味ではもうかなり世界でもトップクラスです、ね、だから今回バーンを選ぶと、まあ、外れはなさそうやった、はい、しかもその構成でもしっかりしてると思うんで、まあどっかで多分1回ぐらいはね、まあもうフューチャー出てくるかなと思いますけど、確かにまだ見てないまだ見てないですね、大体のデッキはもう見たんですけど、はい、レシーターモダンは強いですね、モダンの男と言ってもいいぐらいの強さです、やっぱりモダンがやっぱりデッキ選択すごい難しいということになりやすいんで、まあスタンダードはやっぱり2つか3つに絞られるんで、まあ他の人もどれかになるんですけど、リーシタンはその時のなんかメタとかいろいろ読み切って今いいベストデッキの上位3つのうちがどれか選ぶみたいな感じですね、素晴らしいです ね、 そうですね、選択肢が多い中でそうですね、それができるっていうのが、はい、どっちかというとデッキパワーとかだけじゃなくてその立ち位置とか、うん、まあ、そういうのも考えて選んでると思いますね、これが多いだろうからみたいなことですね、そうですね、とか今はこのデッキがメタられてるからちょっと避けようとかも考えてると思うんですがその辺の選択が、まあ、結構信頼度が高い、高いですね、実際モダンでリシタンがその弱いデッキを使ってっていうか負けてるのをほとんど見たことないんで、しておくか、まあ、もちろんそのプレイングの技術も伴っての話ですけど、選択もまずはセンスの一つなので ね、 ですね、はいはい、さあこれはゲームはそうですね、1ターン目のマナク集団的番組、あれ極楽鳥、あれはなんか見たことありますね、統一性ないですね、これは何抜くのがいいんだろうな、まあ、これは集合された中隊抜きそうですけどね、まあ、一応何があるかメモってます、まあ、集団的蛮行はかなりこのゲーム強いカードで、やっぱり序盤のマナクリーチャーを止めつつ、まあコンボを探せるカード、まあ中隊とかを抜けるんで、まあかなりキーカードですよ、中隊か、まあ特にやっぱり青いコントロールは相手の手札分かるとすごい動きやすいんで、まあ現状大したもんないなということだけはね分かるんで、
だいぶ大したことばあるけどね、今回、はい、いや今回そんなに、まあ、カンパに抜けたら、そうですね、まあ、大したもんはない、まあ、朝の年段では、まあ、適当に多分10キロいると思うんで、うん、まあ、そうなると特に造物の預言者って普通に引いてるとかなり弱いカードなんで、召喚の調べのまだでもちょっと無色でしか出ないんで使いづらいですし、まあ、召喚の調べもクリーチャーにならないとあんまり強さ発揮しないので、まあ、クリーチャーを一定ずつ除去っていけば、まあ、とりあえずかなり長いゲームになるかなって感じですね。僕さんのデッキは未だまだちょっとデッキ名ハテナついてますけどよくわかんないですね。オリクシスキキジキ。僕さんは基本的にいつも、ね、変わったデッキ持ってきますからね、うん、なんか、あ、そうなんや。そうですね、なんか見たことあるようなデッキだけど実は違いますよ、ちょっと違うとか、はいはい、新しい時では独創的な、ね、デッキとか持ってきますね。じゃあいや今回もそうかもしれないです ね、 そうですね、まあ、キキジキ入ってる時点でかなり独創的ですけど、 それで8-1ってやっぱ素晴らしいですね。そうですね、まあ、だからなのかもしれないですね。まあ、そういうのもありますね、やっぱり、はい、相手から分かんないっていうのはかなりモダンに多いじゃ強みですよね。こんだけデッキ多いんで、うん、まあ、ただでさえ、まあ、覚えづらい、はい、でその中でそれ入ってるの、そうですね、まあ、土地とか見て、あ、それ知ってるってあれでしょうと思ったらなんか予想外のカードが飛んでくるっていうのはかなりでかいですから、うん、はい、まあでも手札的にはすごい普通のグリグスコントロールに見えますね。瞬生の魔導士、謎めた命令があるが4枚目土地を引けない、謎めいた命令と瞬生と何持ってるの？と瞬生とあれですね、カットですね。マダラスカットですね。ああ、はいはい、結構変なカード入ってるね。まあ、結構1枚とかは入ったりしますね。買ってやったらフェイタルプッシュでええやんっていう。いや多分追加と思いますよ。あ、なるほどなるほど。致命的にそうし4枚入れつつ、まあ、1枚入れとく。はい、やっぱりタシグルとかアンコウみたいな方向素のカードはちょっと、うん、倒しづらいんで。はい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 。まあ、終始ちょっとと。まあ、カットちょっととか、うん、気はします。まあ最大1万なんで打てますからね、やっぱり稲妻と致命的に走者だと、うん、その5万以上のカードすごい触りづらいんで、あ、無事4枚目なので引きましたね。とはいえこれ白帯の長兵が変身してしまうとかなり面倒くさいんで受け取りたいところですが考えてますね、何で除去ろうかなと。せめてメインで動きたいよね。そうですね、まあ、普通に除けるのかなとも思いますが、お互いラインが上がってるからなんか近いね、瞬生とだんだんと近くなってますね。お互いのクリーチャーが近いってなってる。そう、近い近い。そうですね、モダン環境はね、分かってる人の方が多分少ないと思いますね、うん、一応デッキが全貌が見えてますね、うん、キジキが大量に入ってるか分かりました。キジキ大量に入ってた。大量入ってた。3枚は 今見ましたね。うわー、で厄介語とか入って、あ、厄介語入ってる。いや、ちょっと見えなかったですね、ここは。色すごい目立つんですよ、なんか。なんか厄介語っぽいのは見えたけどね。見えました。だから左半身が、綺麗な青なんや。あー、なるほど。厄介語のイメージは、はい、カードの左のね、3分の1ぐらいがただの青で何も書いてないっていう、はい、まだ一度も見られてないですよね、はい、そうですね、まあ、先週の魔導士から、まあ、集団的に番号フラッシュバックしつつ、まあ、手札破壊までいきますかね、まあ、手札も召喚の調べも知ってるんで、まあ、これで両方持ってきますね、はい、X0 で打って、はい、いや、まあ、アズマヤないか、はい、ないですね。はい、確かに今回はちょっとペースやね。ミハさんの手札ちょっとカツカツになってしまったんで、うん、集合した中隊ん、うん、集合した中隊でも引けないと厳しいですね。やっぱりクリーチャーの枚数を必要とするコンボデッキなので、うん、場に何も残らないと1枚引いても何も始まらない。永遠の商人とか引けるとちょっと変わりそうですけど、まあ、少しずつコンパーツを出していく。青めいた目、謎めいた目でカウンタードロー。もうコントロールモード入っちゃいましたね、これで。まあそうですね、はい、もう1枚あるんですよ。いや、もう普通に勝ちに来ました、ね、うん、はい、うん、うん、いや、先手ならな。まあなんか1本目2本目でお互いが、ね、やりたいことやってる感じですよ、うん、集団的番号がやっぱ素晴らしいかった。いや、そうですね、あれはかなりモダン環境を変えたと言ってもいいぐらいのカードで、スタンダードでね、やっぱりそこまで活躍の場ないカードですけど、はい、
モダンになるとそうタフ2のクリーチャーちょっと多いんですよね。なんでそうこれでディスカードとそうですね、ディスカードもかなりインスタント素材でよく使われますし強いよねこれ、うん、マナクリとか結構大事なクリーチャーが倒せるんで、これこっちは捨ててもそんなんやつ捨てれるし、まあ、一番いらないカード捨てられるんで、まあ、フラッシュバック持ってるカード捨ててもいいですし、はい、構成がもともとそうなってますもんね、はい、地味にね一番下の2点ねドレインも強いという、そうですね、うん、特にバーン相手なんかもう単純にほぼ1枚分の価値があるんで、うん、2点ドレインは、まあ、実質1個差みたいなもんですからね、いらないカードを捨ててれば、うん、捨てるカードが余ってる土地とかやったら、まあね、カード得してるようなもんやから、まあ、結構そのミレある魂とか、ああいうカードも捨てることで、うんうん、どういうデッキに対してはあんまり有効じゃないですか、ウルザトロンみたいなでっかいそインスタントソーサリが入ってないデッキとか、まあ、クリーチャーがまずほぼ入ってないデッキでかい出てくるのもでかい、はい、デッキにはやっぱり何もしないですね。基本的に2モードで打てへんかったら弱いっていう、そうですね、やっぱり普通に手札破壊打ってもまあ弱い脅迫なんで、そうですね、2マナ払って、うん、しかもインスタントソーサリだけなんで、まあ、フレンズオーカーのゲームもフレンズオーカーカーンとかね、ウギ見ながら結構致命的な欠点やから、それはで、2-2のクリーチャーいなかったらまあしょうがないし、うん、うもう2点ドローなんか打ったら終わりですよね。そう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 、サイフォンソウですもん、うん、タフネス2以下のクリーチャーがいてインスタントもソーサリも入ってるみたいな、そういうデッキ以外は、うん、2は全体的にはまあそんなにやね、そんなにそうです、ね、うん、だ両方入ってるデッキに強烈に効くっていうか、はい、まあ、しか言うと、まあ、すごい強いサイドカードでかなり汎用性も高いんで、うん、まあ、とりあえず黒かったら 2,3 枚は、ね、サイドに置いとこうっていうカードですね、うん、サイドとしてはほんまに優秀やんね、はい、効く相手にはもう鬼のように効くから、そうですね、で効く相手にはまあしょうもないっていう、だからサイドでいいってことですね、そう、まあ、一応そのメタゲームとかこのカンパニーみたいなデッキが多いと思ったら、うん、メインから取ってる人もいますね、これを使うために黒を使ったとしても何人かいたんで、とにかくこのカンパニーには効くってことですね、そうですね、やはりマナクリーチャー入ってるデッキが特に効きやすいですね、うん、2点でもう十分だし、はい、マグラスカット捨てていきましたもんね、もうそうですね、もうあそこまで行けば受教捨てて2点当てていくっていう、はい、でも上手だったな、そこ、そうですね、いい感じで動けて、で、あとカウンター構えて、そうですね、まあ、かなりコントロール感じで全く効き時間がないゲームなんで、とワンチャン3本目 ね、 そうですね、決まって勝つ可能性ありますよ、うんうん、1回も見てないですね、そう、三原さんからしたら、まあ、普通のグリックスコントロールかと思ったら、そうそうそう、いきなりエンドに厄介こう効き時期って言って、そうそうそう、あ、全然あり得る、そう、ワンチャン無限ライフ決めてね、いい気になってたら死んでる可能性ありますから、ね、うん、無限ライフ決めたら勝つと思ってそうやもん、はい、まあ、もしくは今までのどっかの対戦で見てるかもありますね、まあ、それはあるかもしれないですけど、やっぱり2800人とかいるんで、はい、なかなかね、見れないですよね、たまたまとかがあるかどうかぐらいで、基本は知らないですね、僕さんがどっかでフューチャー呼ばれたかどうかとかもありますけど、フューチャー呼ばれてなかったら、まあ、わかんねえか、テーブルが隣だったとかじゃない限りはチェックはできないですね、はい、3本目が始まります、1本ずつ取って、はい、三原さんが先行ですかね、でルケーヌサイドインしてますね、はい、行きます、デッキ知ってる可能性ありますね、これはしっかりと取ってる、はい、多分知ってるんじゃないかな、もう見てるんちゃう、すでに普通に助けるアンコーダも出てきそうだから入れたのか、はいはいはい、そこまでちょっと分かんないですけど、まあ、常にしろ、まあ、いいカードが入ってるだけは確かにですね、うん、これでやっぱり、やっぱり使ってるフェッチランドでなんかいろいろ分かりますよね、新しいやつとか、はいはいはい、古いかどうかとか、パルキールフェッチだったりオンスフェッチだったりで、まあ結成の原始から、ね、手札を整えてくる、まあいいスタートですね、三原の方は痛みエンドは結構厳しみやね、はい、まあ、なんかこの全体状況警戒して、なんかサイドボードに、ね、マナクリーチャーいっぱい抜いてたから、そうですね、まあ、やっぱりこういうデッキだとそんなにマナクリーチャー重要というか、すぐどうせ死ぬだろうみたいなとこもありますから、まあ、実際この台所の嫌がらせビートはかなり強いですからね、さばきづらいんで、うん、コントロールしたのはかなり嫌です、ね、台所に嫌がらせやとガボニーって組み合わせはもう強いですけど、強いよね、ただボックスさんの話は、まあ、神々の憤というね、うん、最終兵器もあるんで、下手に2体並べるところに刺さるとかなりきついですね、うん、こいつも強いですよね、
最初見たときびっくりしましたけどね、このカード。確かに書いてること強い、うん、3マナ3、2で、まあ、2点ゲイン、まあ、これですらね、結構いいぼちぼち強い、うん、でぼちぼちはね、はい、で眼鏡知ってるって聞きたよね、サクって2点、4点ゲイン、はい、いやもう3マナ2に2点ゲインいましたからね。そうそうそう、味方師、修道老師、おじさん、ありがたい人、おっさん知ってるって感じやで、ほんま。しかも色もね、緑緑でも緑白白でも緑白でもいい、自由にとなる。こいつで4点回復できるってことですね。まあそうですね、1回ブロック、しかも相打ち取って4点回復だったり、まあ、相手に除去使わせて4点回復だったりするんで、で、2-1で返ってくるんですよ。そうですね、2-1で返ってきます。この処方、俺はこれ処方おっさんって呼ばれてる。処方おっさんですか。でっかいおっさんみたいな。5マナスタンチディフェンダーっていうのが5マナ3-4、 あれがおっさんって言ってたから5マナ3-4。そうそうそう、あれおっさんおっさん言ってた、はい、4点ゲインのやつ、ね、そうそう、これが処方おっさん、それがその後出てきたから処方おっさん。なるほど、なかなかなジジイっすもんね。ジジイっすね。結構このイラストも何バージョンかあるんですけど、そう、まあ、大体まあおじさんです。いい絵ですね。でもいい絵ですね。もうありがたいやって言ってますね、出すとき。ありがたい、確かにありがたい。なんか知んないけど幸せになれそ う。実際使うと全然ありがたくないですけどね、3万7000円に。昔ボルラスの良さでこれ回してる対戦相手って、はい、なんで勝てへんやろって、それは勝てへんやろって話してそれが面白かった。まあ勝てる要素ないですよね。そうなんでこんな勝てへんやろって言ったのがめっちゃ面白かった、忘れられへん。はい、現状は結構いい勝負、いい勝負ですね。まあ、やっぱり、まあ、パッと見るとグリックシガの、まあ、なんかいいパターンかなと見えますけど、まあ、アブザンカンパニーは結構インスタンで動けるカードも多いんで、うん、あんまり、ね、カウンター構えてばっかりいられないみたいな、うん、まあ、今もね、召喚の調べと集合した中隊構えれてる感じで両方持ってる。いや、現状は中隊なかったと思いますけど、僕さんがちょっと動きづらいですよ。ああ確かに、まあ、いきなり死ぬ可能性もあるんで、うん、ただ奥さんの時はさっき見なかったコンボパーツが1枚あるんで、引きをね引いた瞬間に勝つ可能性はあります、ね、ライフが年齢じゃねえかっていう質問に対してみんなそうだよって答えてるから、はい、どんどん若返ってますね。そうってなりますからね、最後ゼロ三だったら死ぬみたいな話じゃないですか。そんなことないな。召喚の調べを2で打って、まあ、これをカウントするかすごい悩んでますね。まず何が出てくるんだろうって多分考えて、大したものじゃなければ稲妻で、まあ、処理できるが、もし思ったより強いもの出てくるとちょっと困るとかもあるんで。いやからな、基本的に大したことなさそうな気がするけど、まあうん、稲妻で焼けないクリーチャーとかできたら嫌やな。いやな、そんなですね。まあ基本的には大丈夫だと思いますね。まあ領事か、あ、お、すごいできましたね。これは相手のターン限定でしょ。これは今焼くか。もうこれもう今焼かざるを焼かれましたね。これ出てくるなら消したよと思ってますね。うん、かなり復活の声。結構青いコントロールデッキに対してすごい強いカード。あ、殺した。はい。まあ、こう仕方なく状況を打ってたざるを得ない。ちょっとボクさん黒マナが1個しかないから動きづらそうやね。まあそうですね、やっぱりキーヒを使ってる以上そんなに黒マナ取れない感じなんで、うん、お、すげえ。黒の通学ションあんまりしないという構成だと思いますけど、まあ、手札に湿った墓もあるので、まあ、そんなには次からは大丈夫だと思います。で、A の声トークン出ました。このトークンが強いんですよね。強いですよね。22が死んだのに出てくるのね。なんか多分44とか55になり得るクリーチャーですからね。もっと強いやつ来るかっていう。復活のクレート君はその自分のクリーチャーの数だけのパワーサフェンスを持つクリーチャーになるんで、うん、まあ、今は22なんで優しいですけど、これが並ぶときついよね。なんかそうですね、2体並んだりするともう青いコントロールでき何もできなくなりますね。でメインで除去を、ね、強要されて、うん、除去ってもダメージが減らないんで、うん、復活の声が伝説じゃないから2体並んだりするとなんか見つかる。そうですね、レジェンダリーレジェンダリーでなんか遠くになったら面白いんですよね。まあ確かに、まあ確かにそっか。結構途中からなんかチャンパタックしますから死にたくて、うん、はい、で三原さんは今、まあ、ガモニを使えるマナを残してエンドしましたね。まあメインでアタックしてパンパちょっとまあ赤マナいっぱい立ってるし、ね、まあただやっぱり僕さんちもこれやりづらいですよね。
かもそのインスタント何があるかも分かんないですし、うん、でもボクさん側からしてみたらもうガンガン動いていくしかないよねって感じはあるけどね、はい、そうですね、まあ、まだそんなに無理しなくてもいいところではありますけど、うん、まあ、手札に、まあ、謎めいた命令もコラガンの命令もあるんで、うん、まあ、もうちょっとゆっくりはできるかなと。やっぱりアブザンカンマイできはやっぱいきなり本体火力が来ることほとんどないんで、歩行バリスタが入ってるぐらいなんで、うん、まあ、ライフは結構削れても大丈夫、まあ、まあそうですね、まあ、ちょっとやりすぎると、うん、まあ、集合した中隊でいきなり死ぬ可能性があるんで、うん、あ、おめえコンボパーツは一応揃えましたね、うん、まあ、これどこで動くかですね。ただ三原さんはきちんとルケの、ね、道を入れてるので、うん、それで刺さるとまだ寝た瞬間に何か決まってしまう可能性はゼロじゃないですね。コラガンの命令も いつでも打てるようにしとかないと、台所ガボに使われてタフネス3になったら、はい、ほんまにもう結構きついことで、ね、青命令でバウンスするしかなくなるもんね、まあ、これ多分ガボに起用するんで打たないんだよね、まあ、打たないですね、青命令待つんか。もうこれコンボ決める気なんかな、もう行くしかないっていう判断。いや多分まだ4点通すんじゃないですか、まあ、でエンドに戻してもいい気がしますけど、はいはいはい、まあ、確かにそれ、まあ、それしかない、ね、まあ、コンボ決めに行かへんやったらエンドに戻すしかないし、ね、まあ、自分なんか構えてくれたら、まあ、カウンターバウンスで、うん、まあ、ゆっくりしていくで、次のターン第6出てきたところで、まあ、1、4合わせて、うん、まあ、コンボ決めに行く。三原は多分カウンターバウンスを警戒してるよね、で、まあ、いつ死んでもガボに乗せれるようにみたいな、ね、まあ、基本的にはもう青いデッキ4万立ってたら、うん、謎めいた命令はね、まあ、ちょうど4マナ経ってるからね。いやもう動きですもう、うん、分かりやすい、分かりやすい、分かりやすい、やっぱりアクションでかいカードなんで、うん、すぐ透けますねこのカードは、うん、お、タップしました、はい、まあ、ちょっと笑ってましたね、なんか出てきたぞって感じでしたけど今、はい、みたいな顔してましたけど、まあ、一度も見せなかったですけどね。ここではパス入れといてよかったって感じしますね。まだちょっと少し動きづらくなりますけど、今は打っても何回収した、今はあれですね、消化の調べです、消化の調べ、はい、インスタントで動きやね、やっぱ、はい、まあ行きます、叩きつけますよね、いった、どうや、うん、皆さん、はい、どっちを消すか、キキジキやかな、はい、悩んでます、はい、ナはい、キキジキしましたね、ノー、ノー、ボクさんノーって感じだった、入ってんのみたいな、そうパス残ってんの、今1本目2本目の動きからして、ね、結構抜けててもおかしくないけ ですけどちょっと確かにな、シャドウにデスシャドウに見えてもおかしくなかったからな、ね、動き的にね、いやデスシャドウじゃなさそうでしたね、なさそうやったから、はい、ライフの払い方とかもちょっとあったんで、うん、まあ難しいですね、まあ、よくわかんないから とりあえず入れといた、そうやね、まあ、クリーチャー何かしら入ってんだろうという、抜ききれんかったんじゃん、極楽鳥とか抜いてて、まあ確かに、うん、神々も踏んだら多分入ってくると予想したんで、うん、まあ、極楽鳥しかも抜いてたのに残ってたからね、はい、確かに、だから抜ききれず感は、うん、まあ最悪さんないだろうという、おっぱいあるやん、もう両方行きましたね、殴り切る、あ終わりか、あそう、これで何もなければ勝ちやもんね、いや一応まだ8点しかないんじゃないですか、4、6、7、8なんで、あ、切らねえよ、フェッチした、あ、8点か、いや、フェッチはしない、8点か、危ない、1残るんか、1残るですね、今ちょっと青黒フェッチ切ろうとしてしまいました、そういや、これ死ぬんちゃうみたいな、死ぬ死ぬ、あかん、いや、次のターン決まる可能性あるね、これいやかなり厳しいですね、手に厄介碁持ってたから、はい、生地引けばボンやボンですね、うん、あすごいリンバーラ、リンバーラ引きすごいカードも、オニーやん、オニーが入ってます、してないやっぱしてないですよね、これ見てたんかな、移動できなくさせる、はい、リンバーラっすよね、リンバーラ出たら終わりやん、確かに、はい、しかもパスとイグザイル通ってる時点でまあ絶対通るからね、通りますね、うん、いやしかしこれはルケイの道回収しに来ましたね、すいません、これはなんでや、ね、コードが打てない今のうちに切るしかなくて、リンバーラより硬いと見たんですか、硬いと見たんですかね、まあどちらでも勝ってるからみたいなとこもあるかもしれないですけど、リンバーラとアンガーオブゴッド食らっても勝てそうやから、勝てそうですね、リンバーラの方が良さそうに見えんやけど、はい、実際ここ神々の踏んだ引きはまだ全部流れるんで、どうせそんな都合よくない、
戦えそうですが、うん、どうします。なんかリンバーラの方が硬く見えたけど、はい、アンガー引かれた時がちょっと寒い。まあかなり苦しいですねこれは。ブロックだけじゃん。あでも一応って謎めいた命令でタップ戦略、そうです、ね、タップタップになるからタップタップで稼い で、でまだルケイの道をちょっと構えられるのがきついですね、うん、そこが謎めいた命令でタップしだしたら結構終わりやから、ね、終わりですね。最後の手段まだやっぱりコンボデッキなその一旦もかなり価値でかいんでいいですけど、やっぱりルケイの道で両方ともね追放されてるのはきついですね。フラガンの命令で回収できなくなってしまってるんで、またなんかうまく青命令春秋魔導士青命令とかで時間稼いで、たまに負けるよ ね、 そうですね。タップドロータップドロー、はい、タップええー、みたいな負け方たまにあるから、しかも結構神々の踏んとかね盤面一掃できるんで、うん、まあ、それでまくる面もあるんでまだいけそうではあります、ね、タップドロー。青命令はこういう使い方ができれば強いですよね。基本的にはカウンターで使うカードですけど、うん、バウンスドローやタップドローとかドローがつくから結構粘っちゃうんよね。そうですね、まあ、とりあえずねキャントリップできたら何でもいいとこありますからね、うん、マジックのカードは。そうそう、実際皆さんのハンド濃いですね。そんなに強い、まあ、集合者中隊に召喚の調べ流刑の道みたいな感じでしたよ。何でもあるやんっていうの。コラガンときついな。もうあきついですね。命令春章コラガンの命令から春章で青命令しかもうないもん ね、 このターン選択肢がなさすぎて。しかもここで、まあ、はい、死亡者中隊、はい、これが通ってしまうとまあほぼもうダメ。いないんで大丈夫です。はい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 、まあ、台所の嫌がらせやっと、まあ、どっちですかね。まあ、普通に一応コンボも決める形にしましたね。殴るという献身のドリルと運びの長方形、はい、ボクさんはアンガーをゴッと引くしかないね。そうですね、耐えて神谷の踏んで一応流せればワンチャンスかなってところですけど、アンガーをゴッとでももうあれが起きちゃったからもうこのでここがもう耐えきれてないんじゃないですかね。でコラガンの命令あるやろ。コラガンの命令ありますけど春秋墓地にないの。春秋使ってないですね。あ、墓地に春秋、はい、あ、で投了投了ですね、はいはい。あ、春章を引いてなかった、ね、はい、そうか、そう、まあ、あと致命的な投資とコラガンの命令、まあ、さらにミシェルランドでブロック行くしかないみたいな。そう、あ、もうそう、はい、まあ、ほとんど無理や、ね、事実上無理や、ね、はい、うん。